フィリップ・チプリアーニ・ハンブリー・ポッターは、イギリスの作曲家、ピアニスト、教育者。ポッターは、ロンドンに生を受けた。父は、ピアノ教師をしていたリチャード・ハドルストン・ポッターであり、チプリアーニという名前は、イタリアの画家ジョバンニ・バッティスタ・チプリアーニの娘で、ポッターの名親だった人物にちなんで名付けられた。彼は、父から、音楽の手ほどきを受けるようになり、その後、トーマス・アトウッド、 ウィリアム・クロッチ、ヨーゼフ・ベルフルラの勲等を受けた。彼は1816年に、とある還元楽団の演奏会で、自作の序曲を披露している。イングランドで後期に巡り合えないことに豪を煮やした、ポッターは1817年に、ウィーンに赴き、そこで出会ったベートーベンからアロイス・フェルスターの下で、学ぶ洋助言を受けた。1819年に、イングランドへ帰郷したポッターはピアニスト、 また指揮者として、ロンドンの演奏会の中心的人物となった。彼は、モーツァルトの数曲のピアノ競奏曲、及び、ベートーベンのピアノ競奏曲、第1番、第3番、第4番のイギリス初演でソリストを務めた。さらに、メンデルスゾーンのピアノ競奏曲第1番のイギリス初演では、ポッターが指揮をする傍らで作曲者自身が独奏を受け持った。 1822年よりポッターは王立音楽アカデミーの教壇に立つようになる。彼は初めはピアノの講義を受け持ち、後には指揮法を教えた。1832年にはアカデミーの学長に就任し、1859年までこれを務めた。彼の文下からはウィリアム・スタンデール・ベネットやジョゼフ・バーンビーらが輩出している。ポッターは 教材の作成やモーツァルト、ベートーベンの鍵盤楽曲の工程作業に多くの時間を割くようになっていき、自作曲の作曲数は次第に減じていった。したがって1837年以降に書かれた楽曲は数曲しかない。しかし、彼は大陸で生まれる新たな音楽への強い関心を持ち続けた。1871年には、 ピアニストのケイトローダーと共に、ピアノ二大用編曲によるブラームスのドイツレクイエムをイギリス初演している。これはこの作品のロンドンバージョンとして知られるようになった。ポッター自身の作品としては9曲の公共曲が現存するが、彼自身が付した番号からは10曲が作曲されたことがわかる。ワーグナーはロイヤルフィルハーモニック協会の指揮者を務めていた頃に、ポッターの 公共曲第10番と単調を称賛する言葉を残している。彼は4曲のピアノ競奏曲を書いており、室内楽曲やピアノ独奏曲もいくらか作曲していた。ポッターの器楽曲からは、そなた形式のような曲形式の使用法に関して、彼が教えを仰いだ大陸の音楽家たちの影響が現れている。1曲のカンタータとイクバクカの歌曲を除けば、 ポッターは、声楽曲には手をつけなかった。彼は、音楽雑誌へ2本の論文を寄稿しており、そのうちの1つではベートーベンを訪問したことについて、触れられている。ポッターは、ストラディバリウスのバイオリンを所有しており、この楽器は彼にちなんで、ジップリアーにポッターを名付けられている。ポッター作品で CD による音源の入手が可能な、ものは、わずかしかない。出典 ありがとうございます。